はい、みなさんこんにちは、メガミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回は強化波動高校ですね、2周年記念前の、強化祭りみたいなのが始まってますので、波動高校で9000点をね、まだ取ってないので9000点チャレンジをやっていきたいと思います。で、9000点チャレンジになりますので基本的に変化球固めにしております。で、せっかくなんだね、ユニフォーム木村ちゃん、デビューして、まあ俺はまだガチャ引いてないんですけれども、なんかいたので助っ人でお借りしておりますというところですね。ルナちゃんいますので、二股にはなります。で、特にね、今回経験点狙いなんでルナちゃんの方も、まあ、変幻自在の方でいいかなと。野球マン1号と、金徳が被るんですけれども、まあ、そこは気にせず本当に9000点を狙っていきましょう。まずはどうしようかな。ルナちゃん1人だったらここ3人のがいいよね。監督合わせて3人。あとね、今強化が来ているところで9000点出してないのが太平楽ですね。なのでこの期間に太平楽も9000点を越したいのと、厳密に言うとダンジョンもね越してないんですけど、あとダンジョンね、なんだっけ、セイラちゃんが PSR とか補充されてるんで、まあ、そっちもちょっと狙っていきたいのはありますかね。ダンジョン久々にやるとね、もう編成とかね完全に忘れてるんですよね。あとどうやってこう回っていくのかみたいな。まあ、ダンジョンもまあちょっと強化されてるんで、今回のうちに9000点取って、でバンプとね暁大付属も9000点は出してないんですけど、そこはもうあれかな、本当にまた強化が来た時にやっていきましょうかね。青銅高校もまだなんで、こう考えるとまだまだ SR チケットがねだいぶ取れますね。ようやく木村ちゃんお出ましか。木村ちゃんとかすげえ久々だな。体力回復するっけ。木村ちゃんはね骨格2回だからね。コツを狙っていきますか。ルナちゃんもいるし、友澤もいるし、監督もいるし、野球マン1号もいるし、これは変化球一択でしょう。練習ちょびちょび、変化球じゃなくてピンショーポイントを稼ぐ。波動高校ね西谷が使えないからね。で、一ノ瀬はもう完全に経験点要員ですね。で、ルナちゃん乗ったは乗った。木村ちゃん臨床ポイントを稼ぎつつ強化を上げていきますか。葵ちゃんってなんでさ、自己紹介でさ経験点くんないの。誰もいねえ。18%は寝よう。ルナちゃんか、まあ、ルナちゃんだな。ルナちゃんはね評価上げていかないと、これもまたお正月で一人ぼっちになっちゃうんで、お正月ぼっち的なやつどうしようかな。まあ、守備でいいか。臨床ポイントがそれなりに溜まったら走者釘付けを狙っていきましょうかね。特訓アルナミ、イベント数的にはどうなの。野球部とグラビア撮影、ああこれね緩急とかねもらえるんだけど、木村ちゃんの評価が上がらないんだよね。分かりました。あとコツがもらえるんだけど評価が上がらない。経験点は結構もらえた気がする。それはできません。評価優先できるか。今回は体力も回復した気がする。これで評価が18も上がるんだ。まあお守りは持ってきてるけど、じゃあこれでもう乗ったよね大体。ここは監督プラス一ノ瀬から変化球ポイントをもらう。一ノ瀬はねプラゴなんで変化球ボーナスがついてますね自分は。で、告白が来たのでクリスマスを一人ぼっちで過ごすことはなくなりましたね。
やっぱりね、クリスマスをね、一人ぼっちで過ごすっていうのが一番きついっすよね、精神的に。8パーか。メンタルで勝ち取ろう。一ノ瀬と立川で友沢。投手はね、やっぱり変化球で結構体力を使うんで、上限を上げておきましょう。お、そうか、これコンボあったっけ、全然わからん。待って待って待って、行くのか行かないのか、どっちか。友沢の方でちょっと見てみようか。友沢は肩だったよね。まあ今変化球だけどさ、友沢、友沢でコンボと。全然忘れてたわこいつらのコンボ。適当に技術要員で友沢入れたんだけど、まさかのコンボ発動で。一般な友沢のコンボって。木村ちゃん、行かないだと友沢評価と技術精神、行くだと体力上がって両方評価が上がって、これ行こう。経験点がちょっと少ないけど、まんべんなくもらえるね。打たれ強さのコツも1だけどもらえる。よし、木村ちゃんも絶対大丈夫だね、評価的な話。3人か、結局1人しか乗ってないけど、コツね、欲しいよね。ワンタックだったらコツでもいいけどね。一ノ瀬コーチ、これはコーチしてもらおう。どうしようか、急速にしようか。筋力は不足してくると思うんで、と言ってもあまり能力もね気にしなくていいんだけどね。本当に経験点だから、どれだけタックが組めるかというところで。おお、いいねいいね、木村ちゃんもいるか。デリケートな位置のセリ、これなんだっけ。真ん中だっけ。体力とか減るっけ。20% はきついよね。 22% とかだからな。ちょっとルナちゃん進めておこう。ただこれのね、自然回復を加味したとしても 0% にはならなそうだね。あ、これえ、そっか、クイックもらえんのか。全然さ、そういうとこ何にも考えないで編成してきたからね今回。え、お疲れにして、お疲れにしてけど、一応クイック取っとくか、まあ、貴重だからね。で、ここもあれ、なんかあったっけ。まあ、いいや、やってやろう。ミスターゼロ狙いに行こう。精密機械とかも取れなかったっけ。もういいや、ちょっとデートしちゃおう。ここは回復しちゃいます。木村ちゃんもね、いずれデートしないといけないんで、デートは早めにやれるときに消化しておきましょう。で、回復ポイントが終われば、あとはもう本当にやることのないときにルナちゃんとデートすればいいんで。キウイの秘密、まあ、進めていきましょう。で、告白1回目。で、おかしいと思うと、木村ちゃんたら評価がね、通常イベントにバンバン上がってくからね、あんまり気にしなくてもいいとは思うんだけど、僕5にしとこう。ルナちゃんとの勝負もあるからね。3タッ
100にはなってないのか。ルナちゃん足りてない、まあ、それでも100は稼いだか。まあ、ルナちゃんのね強化上げも兼ねて、なんていうの、今回結構別バージョンがいっぱいいるからイベント数的には多そうだな。木村ちゃんも1回プラスされてて、友沢も、あれ友沢どうなってんだ、もともと友沢って4回だっけ、金徳が4回だけど3回に減って、なんだかんだでイベント数は変わらない。タチカワはクリスマスだから特に大丈夫でしょ。で葵ちゃんは1回増えてるでしょ。どうしようかな、2人か。そろそろ火をつけてもらいたいんだけど、あこれ先に来てる、あ違う違う違う、これ病院に行けをして、どっちが先に来るといいんだ。9番1号気がついて長いな。ここはうわーダメか、変化球にしておく。あーでもなコツがあるね。あでもコツって無理に取りに行かなくてもいいのか。あよし練習、ここどうしようかな、経験点狙っていくか。オール28悪くはない。これってなんかさ依存してんの、こあここか、ここで分かれるのか、なんだっけまどっちもいいや。奪三振、うん燃えてる人はいないね。なので普通に活動をやっていきましょう。ここで葵ちゃんの体力削りが来てくれるのは嬉しい、なかなかいいタイミングだね。でこれはバッティングセンターにしますか。体力回復系はねちょっと微妙なんだよね、かぶるから。体力回復が、体力あんまり回復しないキャラとサンタ立川組み合わせると結構いいかもしれないんですけど、アプリではねクリスマスで体力が減るキャラもいますからねそれ組み合わせると割といいんじゃないのっていう気がする。緩急は今いくつ ?2 だったら潰しちゃおうか、1だね。じゃあコツを取りに行きましょう。葵ちゃん練習、まあ、今回に限っては練習は悪くないかな。もちろん野球が上手くなりたい、大凶さえ出なければもう何でもいいよ、頼むぞ。中吉 OK、 何特にって感じだね。木村ちゃん回目2人する、いや意味ないな、号令かけちゃおう、何にもなーい悲しすぎる。まあ、ルナちゃんちょっと強化あげとく、臨床ポイントを取りつつ、でここはなだめよう。あれ打たれ強さだっけ下だっけ、まあいいやどっちでも。ここも守備、走者釘付け取りに行こうか、ちょっと頑張って。4人か、少ないな、基盤に火がついたけど、スタミナがわりかし来てるね、まあ、やっとこうせっかくだし。木村ちゃんね2回目がなかなか来ないよね、来たクリスマスにはやっぱり間に合わないよね。ひどいやつだな、だなちょっと迷う、木村ちゃんねちょっと迷うんだよねいつも。23とかすげ上がるな、何にもない。ここはじゃあ木村ちゃんと出てしよう、
回復はしたよね。で2月の1週はなんだっけ、練習をするとバレンタイン。どっち来るこれ。ゴシップガールが来た。木村ちゃんの評価が上がる。これが重いんだよねやっぱり、ゴシップガールが。いやまあ経験点とかそりゃくれるけどさ、どうしようかな。ポーカーフェイスと被るからね。まあいいか、投資は取っちゃおう。ポーカーフェイスは最悪、5まで掴むで、緩急も掴んじゃいましょう。よし、気合い入れてくれた。バレンタイン木村ちゃんか。木村ちゃんどんだけくれる。技術か。だったらルナちゃんの方が良かったけど、ここ立川28か。一般人が2人だからね。今度どうしよっか。2周だから号令かけちゃってもいい気がするんだよね。いやクイック重いわやっぱり1だと。もう1回取んないといけないからね。まあ、緩急は掴んでおこう。号令1回かけよう。せっかく波動やってるんで。どうよ友沢、まあ悪くない。ただそう、西谷ね使えないよね。西谷が使えないってわけじゃなくて56プラス8か。結構経験点いいな。少し技術をさばかないと溢れてきそうかな。体力が減っただけとか超悲しいんだけど。いやこのチームだったらさ甲子園狙えるでしょ。何が不安なの。主人公くん、君は何くん。ちなみに竹谷くん分からん。いや僕7にしちゃおう。あとはまあ勘かな。でコントロールをじゃあ C にしておいて、スタミナなんとなく。いや待て、スタミナ別に上げなくていいか。できれば中継ぎとかにしちゃおう。奪三振ってもう掴んでいいの。よくわかんない、いたっけ全然。でコツはね考えずに編成してきたからね本当に。木村ちゃん2回目でいきましょう。ここは体力回復してくれるはず。でルナちゃんとちょっとデートを挟みながら練習をしていきましょう。あこれどうする。なんかすっげえイベント数圧迫しそうなんだけど、まあいいや教えないでいこう。球速を全然上げてないからね。ただフォークのレベルが7、球速126か。126とかでも相当速いんだろうな俺が見たら。バッティングセンターとかね全然いかないけどさ、マジで一番下しか打てないからね。一番下って言っても打てるかどうかわからないっていうくらいだから。やる気は上がらないか。ゴシップがあるか。やる気上げてくれとにかく。よし上がった。変化球ポイント40もないんだ。ここに燃えてるやつがいるけど一人じゃしょうがない。どうする。号令かけよう。かけられるときどんどんかけよう。ん二人いるね。ここはダブルタックだね。まあいいや変化球しよう。そろそろ放火しろ。これどっち。監督評価も結構いっぱいだったからね。まだ放火しないの。立川一人か。ルナちゃんのコツか。まあ、コツが欲しいわけではないのでちょっともう3月デート進めていこう。あと6回3、4、5、6、7、8全然ダメだ。1回ずつじゃ間に合わない。
もうルナちゃんはどん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 進めていこう。ワンタックくらいだったらデートみたいな勢いで。ルナちゃんやる気なさすぎる。何が起きたんだ波動高校で。この野球部も全然ダメねみたいな。メンツ的にはでもいいでしょう。ピッチャー陣なんて特に一ノ瀬くんとかもさ、マジ真面目だしさ。よし、木場だってさ練習に燃えてるしさ、ここの野球部の環境は良さそうだけどね。しかしルナちゃんに火をつけることはなかったか。これも火をつけよう。経験点を狙いに行く。ここは回復しよう。どっちだっけ、下。こっちか。一応みんな見てみよう。誰もいないね。球速を140くらいに上げとくか。すげえよな、いきなり126キロのさ球速がさ140キロになったかって。パワプロはまあ得てしてそうなんだけど、あいつ昨日126キロしか投げられなかったのに今日いきなり140キロ投げ出したぞって。ちなみに5回目の選択肢とかどっちがどっちだったっけ。ってなんなければとりあえずいいけど、まあどっちでもいいや。おお、来ないね。皆さんちょっと来ないですよ。一回これかけよう。普通にかけよう。まだ3月だ。チームメイト評価10下がっても大丈夫。おお、やった甲斐はあったね。2人プラス一ノ瀬から経験点がもらえる。どう、フォークとかすっげえしよう。くまなく観察しよう。練習できる体力量はあるけど練習次第だな。これかけるあれではないんだよね。あ、でもここいいね。デートが進まなくなる気がするけどな。まあいいや、これはちょっと美味しい。友澤練習しようぜ。よし、ちょっとずつ敏捷を稼ぐ。よし、気合い入れて。木村ってさ書いてあったけど木村ちゃんじゃないよね。おい、二村とかいうやつ。おお、来た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 。スリータックプラスか。え、ちょっと待って、400変化球ちょっとさばかないと。これ4までしか上げらんない。意外に上がんなかったな。ほいルナ3なんだ。評価が上がるときね。野球マン初かよ。勝負だ。ボール球を投げられないっていうのがねちょっとね。球速は140台で止まるかな。まあ、元々筋力キャラ誰もいないからね。それを考えればこいつ何しに来たの。一回もバット振ってなくね。俺の球筋を見極めようとしただけか。次は負けないぞとか。高度な情報戦術だな。ここで何もらえるんだっけ。タイピンがもらえる時があるんだよね。そう、どっちかが先に来てれば。病院の話とか。打たれ強さの効果。あー、3人いるな。ダブルタックだな。野球マンいるとやっぱすっげえ変化球は伸びるよね。いや、100は結構でかいなやっぱり。もうさすがに無理。まあ仕方ないよねこういうのは。と言って妹に抱きついてもらう。気
村ちゃん、ちょっと体力を回復させたいけど3回目はどうだったか。こんなのデートじゃない。帰って寝よう。帰って寝て体力を回復させよう。めっちゃ回復した。これでチームメイト評価が上がるのもいいけど、よしよしよし、ここら辺で来てくれれば悪くはない。まだまだ全然盛り返せる。あ、なんかすげえいっぱいいたな。すげえいっぱいいたけど、神山くん。まあここは一ノ瀬から経験点をもらいつつ、木村ちゃんの評価上げて、あとはデートで戻せるでしょう。完全に戻ったわ。かなり使ったけど、先発、まあ、ここは普通にコンピューターにお任せしちゃいましょう。オーバーヒートは6人か、カーブとカーブ7、コントロール B にしておこう。当たり強さとかもう5なんだ。クイック1でもきついね。走者釘付けってほんと厳しいよね。ちょっとやっぱりね、風なぎなんだよね。臨床ポイントをくれる風なぎ、まだプラ1だからな。復刻したらもう絶対飛行で、最悪もう大丈夫も突っ込んじゃおう。風なぎ持ってないとね、ちょっとね、編成のねバリエーションがねだいぶ狭まるんだよね。で最近ね、風薙くんをね助っ人にしてる人が少なくて、探そうにもね探せないんだよね。よし、こいつらよく出会うな。そうそうさ、ばったり出会うことなんてなくない？わお、いきなり撃たれた。今回撃ってくんな。おい、あぶねえ。俺は一人闘志に燃えてるけどさ、自分はねずっと地元のところに住んでるんですけど、多分ねみんなもうどっか引っ越しちゃったんだよね。全然見ないよね、同級生とか。なんか地域のね祭りとかになると割と帰ってきてるみたいだけど、そもそも俺引きこもりだからそういうの出ないしね。お祭りとか行かないし。最初の1本だけか撃たれたの。まあ大体さ、本塁打厳禁になるよね。でどう？タッチかは一人か。コツが来てるけど、コツが欲しいわけではないんだよね。デート状況を確認しよう。あと3回、5、6、7、1回ずつか。だったらまだ余裕はある。やろう。練習いいね。今回練習結構多くない？普通に。まあこいつらも別にどうでもいいしね。止めよう。何にもないければワンタック友沢、デートしよう。木村ちゃんを進めていこう。ゲー、喫茶店。マジかー。気分転換しよう。からデートで体力を回復したけど、ここはワンタック、ああワンタックでも葵ちゃんか。ここ30ももらえるのか。こっちやろう。で立川が終わりと。6月にサンタの姿とか。クソ暑いだろ。
練習はもうできないからね。マッツータックか。キクラちゃん。あれ、ここってどう考えても体力回復しなさそうだな。早く、あとおお、止まった。投資もらえるんだ。すっかり忘れてた。いや、無理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 、練習できない。誰もいない、誰もタックにいない。2人、うーん、微妙だね。体力がないからな、そもそも。キムラちゃんが先に終わっちゃうか。回復したい、とにかく今は。キムラちゃんってデート5回目にめちゃくちゃコツもらえたよね。てかさ、ユニフォームだと何もらえるんだっけ。ちょっとあれ、何やってる今。え、何してんの。始球式を引き受けたのか。あ、なるほどなるほどなるほど。なんで投げてんだと思ったら野球してんのかって。さよならのチャンス。ここまで野球知らないんだ。あれ、ぶつかった。これなんかさ、成功失敗ありそうだね。めちゃこつつかめんな。闘志はだってあれだもんね、根性もつかめんのか。なるほど、友沢と相性いいね。そうすると木村ちゃん友沢結構いいかもしんない。コンボもあるし、新たな発見をしたな。今回のガチャ引こっかな。ちょっとね、悩んでるんですよね。まあ、木村ちゃんもね、悪くないけどイベント重いしなっていう。まあ、エミリーちゃんもね、悪くないけどね、イベント重いしなっていう。頻繁に使うキャラかって言われたらそうじゃないからね。これどっち、どっちもいいや。精神か。燃えていない、燃えていない。ここは号令かけよう。どこだ。うーん、1人変わらない。あんまりだな、スタミナにいてもしょうがないしな。もうここはあれだな、もらえるね、経験点がもらえるね。どっちでも大丈夫だよね。よし、次いい練習がなければルナちゃんとデート。コツだけ一応見る。なんとも言えんな。号令かけるか。何パーだっけ。仮に変化球に来たとして7パーか。無理せずデートしよう。ルナちゃんもカラデートはある人だからね。やっぱりもう2人いるとね、両方ともカラデートありだと1回くらいはどうしても怒っちゃうよね、カラデートが。どっちだっけ本当に。マジでわかんねえ。時間は限られている。こっちが走者釘付けだけ。てか走者釘付け取れないよね。あとずっと守備練しないと。ここはサクッといきたいけどな、負けたくないからな。あー、ピンチャンでいこう。波動は早いね、やっぱり。まだまだ30分ちょっとだからね、収録時間としては。ちょっと時間がかかってもピンチャンでいこう。スタミナじゃあ D 欲しいよな。で、変化球をどうする。3球種目を取りに行くか。第2変化球とか取る。ナックルカーブ。いや、待ってフォークとスプリットっていう感じの球速でもないからな。まあ、やっぱりスライダー無難に行こう。あ、走者釘付け取れるわ。割とあれだね、走者釘付け自体はクイックまで持っていけば走者釘付け15で取れるんだ、敏捷。あ、もっとかかると思ったけどなんかそうでもなかったね。打撃強さ、タイピンは1取っとこう。強打者も取っとこう。あ、強打者じゃない、左も取っとこう。1変幻自在でしょ。
精密機械と根性、勝利の星、精神が全然なくなった急速を上げたかったけどな。まあ、ここでいこう。あとは負けないこと。経験点的にはどうだ、なんかすげえ爆発したっていうのがないけどな。ちょろちょろちょろっとなかなかいいのは来たけど、9000点に届くほどの爆発力ではなかった気がするんだよな。この時やる気がなさすぎる。波動はね、マジ打線が貧弱だからな。自分で点を稼ぐしかない。足が速い、全然曲がらんわ。カットボールとかチャンスバットも気にしない。守ってきたか。俺のこの変化球を見ろ。 OK。 水鳥ってキャッチャー丸持ってたよね。やっぱね、最低でもね、キャッチャーにキャッチャー丸がないとピッチャーって厳しいからね。イワシもさあれ抜けた。何気にすげえ変化量だな。ノーアウト1・3塁、これがね一番嫌だ。ノーアウト1・3塁っていうのが。スタミナでも結構残ってる。でもまあ7回は7回か。振れ、振らない。スライダー高め、振れ、振らない。ギリギリ低めギリギリじゃなかったし。好きってどうなの。やっぱ弱えわこれは。普通のシラスだから弱いのか。結構あれがずれるんだけど、打点が、着弾点が。俺今ど根性が発動してるけどさ、なんだこれ。あ、変幻自在持ってきたらストレートとあれを組み合わせていこう。カーブを。またノーアウトかよ。塁にね出られるとね、本当に走られるからね。水鳥の方ってどうなの。そうするとやっぱりね、トシ君とかがすげえ安定できるんだよね、キャッチャー。で9回はもう全部投げないといけないんだよね確か。いや、3球狙ってこう。ゲー危ねえ。それなりにスタミナが余ってる。これなんていうの、サバ、サバかシラスだもんね。おお、赤原カンパチ君もね、俺めっちゃ好きですねなんか変な言い回しだけどさ、かなり使ってる。やっぱね、体力回復が多いっていうのがねすげえいい。赤原はミート骨も持ってるしね。まあ普通の野手で作るときはね、ちょっとキャッチャー丸をよこしてくるのがあれだけど、まあ、チャンスとかも持ってるしね。追い打ちとかリベンジも一回コツをつかめば全然軽いんで、これはかなりね使いやすいキャラだと思ってます。赤原はコツ、微妙。ルナチンか。デートはもう終わったんだっけ。終わったんだよね。号令かけよう。いるけどダブルタック、他は特にっていう感じだよね。ダブルタックに行こう。次は寝るか。うん、何もない、寝ようこいつは。そして追い打ちを食らった。スバルとの会話は特に変わんないんだね。ピッチャーでいきましょう。
大体ね、こう能力を見ていくとね、どんだけ経験点が溜まってるかっていうのは分かるんだけど、今回変化球にねかなり振ってるからね現状の経験点がよく分かんない。波動先制のピンチを迎えました。ワンアウトランナー2塁おおセンター前クリーンヒット、イーノヒットを放ちました。波動なおもピンチが続きます。お前ミート F のくせにインコース高め空振り、これバンナンで張り寄って波動パワーだけだな。カウントワンボールツーストライク。当初はね、うどんも超役だったからね、パワーヒッターしかないからね。こいつ5番なんだ。能力的にはさすがの4番に置いた方がいいんじゃないか。ゲーヒッゲーヒッて9回で逆転するしかないもん。これまず打つ波動、追加点のピンチを迎えました。ね、自分が投げるとね、本当ポコしか打たれるからね。だから本当だったらチャンス操作だけの方が抑えられる可能性が高い。先ほどタイムリーを放っている腰。すごいとかマジやだもん。初球空振り。タイミングが合いません。パワー P とかさ。インロー際どい球。ボール。カウントはワンボールワンストライクです。第4球をボール。カウントツーボールツーストライクです。低めのボール引っ掛けた。ヒット。ライトバックホーム。欲しい。こういうのがね、やだ。すげえストレス溜まるマジで。投げました。低め外角ストライク。これで追い込みました。高め。よし打ってくれた。あと2点。まだまだ。波動。俺の。あれ一の字に変わってる。早っ。という場面でいいの。打ちました。これはセカンド正面。アウト。波動。なおもピンチが続きます。第2球。直球ストライク。さすがに打たれすぎたか。点取られると結構スタミナ持ってかれるからね。ホームランとか。よし。波動、ここはなんとか追いつきたい。ワンアウトランナー。繋いでいこう。という場面で浜崎。最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。打った。取りました。全然つなぎない。一打でパワーすっげえこいつある。そうなんだ。投球これから2球目。これ待って入るね。バッターを追い込まれました。投球はこれから3球目で変化球はボール低め、カウント1ボール2ストライク。投げました。ちょ待って流し打ち。どうだ。お危ねえ。ファウルか。投げました。スタドラかよ。スタドラマジやだ。投げた。ボールカウント2ボール2ストライクです。第7球を投げた。ボールフルカウント。さてここからどうする。投げた。打った。当たりだ。人に投げます。ボールが点々と転がっている。また1、3塁か。追加点のピンチを迎えました。ワンアウトランナー1塁3塁という場面で宮川、ここまで2打席連続三振。ストレートじゃないからね。投げた。もうちょっとピッチューって威圧感持ってんな。投げた。バッターの足元。あんまり威圧感っていうキャラじゃないけどね。友澤ゲッツ。よしナイス。さすがよ。点を取ってくれた。負け越しのピンチを迎えました。ワンアウトランナー1塁2塁という、これはインフィールドフライ。掴みました。またウドか。初球空振り。投げました。2球目ストレーク。軽く追い込んでまいりました。三振プラス威圧感だからさ、ウドのミートなんて超小さいだろうね。1球で仕留めてみせました。波動、勝ち越しのチャンスを迎えました。ワンアウトランナー2塁という場面で繋いでいこう。初球打ちました。ヒット。ボールはセカンドへ。波動、ここで勝ち。勝ちが最優先。1点取ったから、これは狙える。いいね、1の点。点取られてるし。波動、ここはなんとかしのぎたい。ワンアウトランナー二塁という場面で宮川投げました。反応自体は C なのか。もう追い込んでいます。外れた。ボール。カウントワンボールツーストライク。打ちました。これはサード真正面。アウト。これでツーアウト。ランナーは二塁。これ誰にホームラン打たれた？あんまり能力見てないけど。投げました。6番バッターあたりだよね。打った。一二塁間への当たり。アウト。スリー。いよいよ最終回を迎えました。まだ一ノ瀬投げてるか。まあ、威圧感がある分だけ。初球空振り。第2球。だいぶいいけど、ここでもう終わりだな。スタミナがない。直球見送ってストライク。さあ、ツーストライク。無駄球は投げたくないけど、一球外そう、やっぱり。ボール。カウント、ワンボール、ツーストライク。投げた。カーブ。カーブじゃねえ、スクリューだ。こっち左だから。キバだ。左バッターボックスには、進化。今日5度目のバッターボックス。バックソキングだ。初球のストライク。すげえ際どいストレート。入ったな。投げた。2球目ストライク。これで追い込みました。バント職人とかよくわかんねえと思ってるし。投げました。1つ外した。ボール。カウント1ボール2ストライク。投げました。ゲー
狙い打ちにされた。バッターは3番イーノ。これが5度目のバッターボックス。攻めた方がいいか。投げました。ペンダとか持ってんのかよ。投げました。打ちました。取ってくれ。よし。ボールを掴みました。投げました。ボール、これはわずかに外れています。投げた。決まった。ストライク。第3球インコース高め。いいね。オッケー。あー危なかった。結局点は多分全然入んないな。その代わり確かに強かった。もうなんか自分で投げたくないよ本当に。バッタここら辺に来て、いろいろマイナスイベントが起きている。もうおとなしく寝るしかないっしょ。もうおお、3タックちょっと稼ごう。しっかりチャンスいきましょう。自分の腕はコンピューターに任せる。球速を上げておけば点を取られる可能性が低くなるはず。150は欲しいよねやっぱり。お待たせしました。よし、友澤、そうだ、うちには友澤がいたと思ったけど、ボール球だったね、今。先制のチャンス。やべえとか、やる気がなさすぎる。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。安江君、足が S か。第3球は、見送ってストライク。バッターを追い込まれました。際どいボールを投げる。完全に外れたボール、完全なボール球、カウンター2ボール。これは、ちょ待て、打ちました。投げた。打ちました。帰ってくれるか。帰ってきては来ないね。やべ、ヒットを放ちました。波動、なおもチャンスが続いています。投球これから2球目。ほい。打ちました。いい当たり。センター前クリーンヒット。波動、先制。そして友澤。第9次はカズさん。で、はい。4点取れれば安心できるでしょう。これよこれ、この速さ。オーバーヒートは4人か。特になんかあるわけじゃないね。一回メンタルやっとく。最後に全てをかけよう。経験点ください。コツ対強打者。かけの森、あれがいないんだ。葵ちゃんがいないんだ。スライダーも上げていこう。なんかどんなきゃいけないのってあったっけ。精密機械とかも取ってねえし、ここら辺全然取ってねえわ。お待たせ。あれどこ、あそか、かけの森か。葵ちゃんのいない。おノーアウト、先制のチャンスを迎えました。ノーアウトランナー一塁三塁という場面で、スライダーか。普通にストレートかと思ったけど通信ボールはライナー中間、波動1点先制、1対0。ノーアウトランナー1塁2塁となりました。アウトコース無理なんだ。第2球打ったツーシームね。打球が転がっている。ちょっと下面ね、2点に広げます。2対0。位置しとかないといけないから。それは厄介だよね。やっぱ引っ掛けさせるボールだと思うんだけど、あんまり野球詳しくないから分かんないけど。2ボールノンストライクです。第3球を投げた。打った。強烈な当たり。 OK、 ヒット。第1球投げました。取れる時に点が取る。よしよしよし、ギリギリだな。普通は足がめっちゃ速いやつか。スライダー曲がんねえやっぱり。第2球危ない球。狙っていけるかな。リベンジ持ってんね。打ちました。ダメだこれ。ゲッ危ねえ。波動、なおもチャンスが続いています。ボール、投球これから2球目。チャンスだろうと守りする。波動、さらに1点追加。5対0。それがヤベデアンス。危ない球。足速い。みんな足速い。波動は足が速い。
げえ。しかし金原さすがだ、あれ間に合ったか。げえ、ちょっと友澤の時調子悪いな、力みすぎてんのか。金原ワンアウトランナー二塁という場面で金原ショート、セカンド右へのライナー、これで2アウト、ランナーは二塁変わりません。追加点打ちました、トーボーだわ、いかない、今一歩伸びがないな。エピローグがね2人もらえるからね、それがでかいよね。さあいいね、よく気合い入れた、最後の最後に気合い入れたね。どうだどうだ、なんかばらけてんぞこいつら。ワンタックだけか、ちょっとこれもかけよう。どうよ、どうなの。一人どうなの、これここだね、1の瀬からあれもらえるからね。まあまあまあ悪くはないか、やってよかったっていう感じではあるよね。しっかりチャンスでいこう。変化球はもう上げられないか、スライダーはさすがに。でやっぱりね、俺的には手応え欲しいんだよね。ただただただ手応えどっちかも、手応えってよくよく考えたらさ、先発向きだよね。次のイニングで能力アップだから、中継ぎって多くても何回、3回くらいしか投げないよね。対強打者をちょっと先に取っておこう。奪三も取っとくか。精密機械もな、全然あれが足んないからな、一応低め取っとこう。技術が足りてないんだね。まあいっか、こんなもんで。あとは試合の経験点と、勝てれば優勝の経験点と、ドラフトの経験点と、エピローグ経験点が2人、どこまで伸びるか。さあ先制のチャンスを迎えました、ワンアウトランナー二塁という場面で金原、第1球投げました、初球引っ張った、おお早すぎたか。第2球投げました、インロー、カーバー外れてボール、ここはよく選びました、つなぎたいね。ワンボールワンストライク、しまった、これは引っ掛けた。1、2塁間のゴロ、最低限の仕事はしたと考えよう。危ない球、サードランナーちらってみた、見送ってボール、これも外します、投げた、スライダーか、ここはねスライダーかシュートの2択なんだよね。第4球を投げた、ボール、バッターよく見ました、カウントは敬遠されるか、投げた、あ敬遠されたか、まあそうだよね、このカウントになると敬遠するよね。第9投げた、ボール、これは外れます、投球これから2球目。しかし村石君どうよ、無理か、ちょっと飛びすぎた、点を取られた。さあ同点のチャンスを迎えました、ミートはでかい、2アウトランナー1塁2塁という場面で水鳥、ここまで2打席連続三振、第2球投げた、流し打ち掴んでこれで3 振り遅れたね、最後のチャンスだ、波動、ここはなんとか追いつきたい、ワンアウトランナー1塁3塁という場面で牙、お前を打ち砕く虹谷、結構スタミナ残ってんな。おー、キバも強いよな、超ヒーローだよねこのキバとか。こんな俺の立場全くないわこんな。スタンドからの祈りが活力となりました。まあそれなりにもらえたからいいでしょう。うお優勝だって、キバのおかげだよ。さてドラフト何位、1位はなしか、2位か、中継ぎにしよう、中継ぎに、中継ぎ全然足りてないからね。でルナちゃんからけけてもらって、プラゴだからね結構くれるよね、尻上がり。中継ぎに尻上がりはいらないね。で木村ちゃんからももらって、こいつは何を約束してるのこの2人に。よく言えるよな、約束するよ幸せにするみたいなさ。
どう？ほい、8400いかなかったわ。波動は結構難しいんだよね。何あげようかな。とりあえずスライド上げとくよ。でギリギリ手応え取れないんだけど、本塁打現金取ったらあれが取れない、精密機械が取れないね。じゃあ、ツーシームにしよう。球速は1回しか上げられないか。根性と根性は戻ってあるんだよね。速球対抗心、これで、スタミナが、スタミナは C にしたくないんだよね、中継ぎは。これは単なる俺のあれだけど、呼吸が D になった。で、まあこんなもんかという感じか。というところでね、9000点、まあ、強化中に狙いたいけど、波動はなかなか難しいよね。あと太平楽も、やっていきたいので、まあ、次回は太平楽の方をちょっとチャレンジしていきたいと思います。今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。